柑橘系の巻。はい、本日は柑橘系の巻ですけども、美智子様、はい、はい、登場ということで、もうだいぶね過ぎましたけども、美智子様誕生日企画でございます。もう3月で1ヶ月半以上過ぎましたが、うん、はい、美智子様誕生日企画、うん、美智子様 VS レモンちゃんガチンコ3番勝負。はい、行ってみたいと思います。はい、ですね、前回ね、タカちゃんとアムナちゃんでもやったんですけども、今回は美智子様とレモンちゃんで対決していただきますが、種目確認しましょう。はい、はい、レモンちゃん種目を教えてください。駆け足跳びです。まず駆け足跳び、どっちがたくさん跳べるか対決。はい、二つ目は、二つ目は、うん、階段ダッシュです。階段ダッシュ、超ロング、上りね、上りの階段ダッシュ。そして三つ目は尻尾取り鬼ごっこでいきましょうか。はい、さあどっちが勝つんでしょうか。これ誕生日だからといって美智子様に有利とか無理と負けたりはないですので、美智子様本気で言ってくださいね。6歳を甘く見てはいけませんよ。はい。さあ、それではレモンちゃん、レモンちゃん何言ってんのとか言って、テスト前の勉強全然してないっていうタイプな、そのタイプやな。むっちゃ取るやん、あんだけ言ってたのに。むっちゃ95点取るやん。まあでもこれ、そう、でも油断は禁物、一発勝負なんで。はい、さあ、それではいいですか、もういいですか。早速一種目目、駆け足跳び対決いきます。はい、集中してください。いきます、位置について用意スタート。駆け足跳び対決、なんと大番狂わせを受けました。美智子様勝利。さあ、2種目目参りましょう。それでは2試合目いきますよ。階段上り対決、段飛ばし上りなしですよ。はい、いきますよ。準備いいですか。はい、オンヤマークセットゴー。さあ来た。これはピッチで行くと全然レモンちゃんがね有利ですけども、いい勝負です、いい勝負です。いいじゃん、頑張れ。かかれかかれ、かけやがに、かけやがに。さあさあ、どうだ。到着、到着でございます。到着です。あれ、レモンちゃん、今日の美智子様ちょっとトレーニングして、美智子様レベル上がってますよ。そうですかね。大丈夫、まだもう1試合ありますから。はい、尻尾取り鬼ごっこ、次で決定ですか。はい、頑張ってください。でも、もしレモンが勝ったらさ、うん、無理。まあでも最初なら最後の種目ちょっとルール変更しますわね。はい、レモンちゃんナイス今の。でも、あ、違うよ、まだいけるやん。今の同点やから、だって最初美智子様勝ったやろ、駆け足跳び。今の同点やから次で決まんねん、次で。はい、それではいよいよ3種目目でございます。最後はですね、尻尾取り鬼ごっこで対決していただこうと思います。もうこれワンチャンスですよ、はい、もう相手の尻尾をその、紙テープ取った方が勝ち。で、今その、マーカー、黄色のマーカーが置いてますので、四角形に、はい、はい、その範囲より出てはダメです。で、真ん中に出たら、出たら失格、負けにしようか。出たら負け。ほんで、その真ん中の木があるんで、その木をうまいことね、バリアに使いながらか、かわしていってください。はい、それでこれで今ちょうど1種目目美智子様勝ちでしょ、2種目目の階段ダッシュが同点なんで、次これで美智子様勝ったら文句なしの、美智子様勝利。はい、ここで
レモンちゃんが勝ちますと、最終特別4種目目用意しますので、はい、どちらも頑張ってください。さあ、いよいよ、大詰めを迎えてまいりました。美智子様 VS レモンちゃん、ママ VS 娘のガチンコ3番勝負、ラストは尻尾と両にごっこです。さあ、いいところに風もうまいこと計算してくださいね。いきますよ、位置について用意スタート。さあ、来た。おっと、これは結構美智子様いい動きしてますね。やばいやばいやばい、肩が、足足足足、これはレモンちゃんが有利か。風も出てきました。風がレモンちゃんの体力が、こっから美智子さんの体力どんどん減ってきますから、レモンちゃん体力劣ることも知りませんね。しかもちょっと尻尾がレモンちゃん、ちょっと尻尾レモンちゃんに近いか、まあまあハンデですかね。あー、行きたい行きたい行きたい、美智子さん頑張れ、優勝として優勝として、あー、背中向け、背中向けたらやばい、やばいやばいやばい、あー、あいだった。はい、この勝負レモンちゃんの勝ち。さあ、いよいよ最初、これきついでしょ。最終決戦はタンポポ取り対決いきます。タンポポ取り対決、春なんで、別の草原に行きまして、タンポポを3分間にどちらがたくさん取った方の勝ちのゲームで最終決戦したいと思います。それでは最後まで頑張ってください、美智子様。はい、ナイスファイト。最終対決、タンポポ取り対決でございます。はい、まさかこれで4番勝負目にもつれ込むとはね、思いもよらなかったでございますが、今のところすごいいい勝負してますから、はい、はい、これね、ほんでタンポポね、3分間って制限時間言ったんですけど、この草原ね、それほどタンポポねむちゃむちゃあるわけでもないので、で、この後に実はタカちゃんとアマナちゃんもこの勝負しますので、はい、全部タンポポ取ってしまっては困るので、ちゃんと30秒勝負、はい、はい、いきますよ。30秒の間にタンポポをより多く取った人の勝ちでございます。ストップって言ったらその時点で立って歩いて戻ってきてくださいね。はい、はい、あと危険なのがトゲのあるアザミとか、トゲのある尖った草があるので、取るときにむやみにガバッとごっそり行くと手怪我しますから、一個ずつタンポポを見極めて取ってください。はい、行きます。オンエアマークセット、ゴー。あ、スタッフ、ごめんスタッフ、ごめん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 なさいごめんなさいごめんなさい、ちょっと待ってや、失礼いたしました。これね、久々に使うので慣れてませんので、はい、行きますよ、用意スタート。さあ、いや結構意外と30秒早いですよ。もうだって20秒、お、カルト見て、ミチコさんはいい感じで撮ってますよ。さすが農家の娘、あのキュウリ農家の娘ですけども、え、痛かった痛かった、変える変える、でも、あ、雨がパラついてきましたね、春雨。はい、終了、ストップストップストップ。さあ、見せてください。はい、まず、お、綺麗、まず綺麗な見せて、綺麗綺麗、とりあえず綺麗、はい、こっちに、綺麗、うわー、負けた。あんな、まずまだわからない、まだわからない、はい、雨降ってきた、雨降ってきた、はい、いくで。それではまず、あ、玉入れのように1個ずつ投げてください。はい、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つと11ということは、この勝負美智子様の勝ち。そしてレモンちゃんがイメージカラーの黄色、はい、こっち向いて。でもラッキーセームでしたもんね。この悔しさはまた8月にやりましょう、サマー勝負。はい、はい、雨が降ってきました。はい、この後ちょっとね、レモン、あの、アマナちゃんとタカちゃん対決しますので、はい、はい、この勝負美智子様の勝ちでございました。誕生日おめでとうございます。なやよ、なにあれ、うわ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 、飛んだ飛んだ、おお
ら美智子さんは偶然にもなんかそのマスクがねちょっと白鳥カラーで、白鳥カラーやし、あの黄色がちょうどくちばしカラーでね、今日あなた白鳥ですよ。そうですよね。ね、これ2021年2月コロナがね流行っておりますが、この思い出にも残りますよね。ああ、あの時はそうやった言うてね。そんな2021年何かに43歳の言っちゃってるやん、言っちゃってますけども、なんかシークレットシークレットですけども、なんかこう意気込みをどうぞ。今年こそ白鳥のように飛び立ちます。いいね、うお飛んだ白鳥、うおすごい。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。